アサリコンソメ、イワシレモンハーブのおじやの実況映像。脳梗塞と生まれ変わりと人間の自由意志。
今回はアサリコンソメおじやを作る。まず、ママーのアサリコンソメを用意して、2人前の半分 130g を使用して湯煎し温めておき、業務スーパーのイワシレモンハーブを加える。玉ねぎ2分の1個を細かく切ったものを茹でて水切りしておく。それを、共にフライパンに入れ、細かく砕き、チューブ入りニンニク、粉末コンソメ、塩、胡椒、醤油とご飯 450g を入れてよく混ぜる。そして弱火で煮詰めていく。室内を見てもらえればわかるが、PC が3台あるだけで、家財道具は何もない。今、投稿者は就業が困難であり、2021年7月初めから今日まで無収入だ。2021年7月初頭のある日、体がふらついて歩けない。理由は不明だし、頭部を強打した記憶もない。しかし、体のふらつきは徐々に慣れていったが、歩行にある程度の困難もあったし、就業は、その当時から困難だと感じた。2022年の6月下旬に意を決して、日赤の脳神経内科を受診して頭部 MRI を取った。そしたら、脳底部の小脳あたりに、狭い範囲だが、脳出血根が3から4箇所あり、それによる脳梗塞のため身体障害が起きていた。さらに、2023年の4月にも、動作に違和感を覚えたので、日赤の脳神経内科を再度受診して頭部 MRI を取ったら、範囲は狭いが、新しい脳出血根が1箇所見つかったので、就業は困難であり、現在、市役所から介護認定を受け、要支援1の認定を受けた。
現在まで完全に無収入ながら、家に3台の PC があるが、PC を購入できたのは、貯金を切り崩していったからだ。しかし貯金も少なくなっている。ただ、就労を諦めたわけではない。就労の可能性があれば、喜んでお願いする。私が30歳前半の時、両親は離婚したので、今までから、富裕な生活とは無縁だった。特に、母親には苦労をかけた。両親にも、精神的負担と苦労をかけ、そのことで、毎日後悔と贖罪の日々を送っている。経済的に、かなり窮地に立っているが、悲壮感はない。それは、私は、人生は、一度きりとは考えずに、人間や動物も含めて、生物は何度でも生まれ変われると強く信じている。これは今も科学的見地から考慮中である。それが正しいなら、父も母も生まれ変わって別人として生きていることだろう。しかし、生物は何度でも生まれ変われるからといって自死を考えたことはない。これは人間が多くの生まれ変わりを経て、獲得した道徳律のようなものだろう。この物質科学の連綿と続く相互影響の連鎖を断ち切って、過去の記憶を一切持たない人物が生きていくのも、またあるのかもしれない。それでは、人間が生まれ変われるとするなら、まず、身体はどのように作られたのかが疑問になる。成人近くになれば、恋愛を経て、男女の性行為によって、次世代の人間が母体で受胎し、体が形成され母体から出産しても、普通にすくすくと成長していく。では、小児期で、癌や疾病で死亡する幼児が、生まれ変われるなら、どのような方法で体を形成するだろうか。一つの可能性として、クローン人間を作るという方法がある。これは、私個人の憶測になるが、クローン人間を作らないまま死亡した人が生まれ変わる場合は、どのように体を作るのかの疑問については、量子力学の作用の助けを借りる。量子力学では、測定の時、その測定方法によって、粒子全体の挙動が変化するが、体が腐敗し物質的に崩壊して粉々になり原子、分子にまで細分化しても、量子力学では、生前の生物の思念が細分化した物質片に宿ると考えて、そのような物質の総体が再集合するのではという可能性を考えている。それはある意味小児期で癌や疾病で死亡する幼児の両親の願いであり、不意の事故で死亡する青年期の人間や失意や貧困で死亡する老齢の人間の希望でもあり、生まれ変わりによって何度でも人生を再付与するという、人間や動物や生物全般を含めた、まさに自然のサイクルのように思われる。人間に夢知覚が可能なのは、幻想の中でも自由意志がある証拠。最近の茂木健一郎氏の発言に、人間の自由意志は存在しない旨の発言があるが、人間や生物一般は、覚醒と睡眠を繰り返しており、睡眠途上で夢を見ることが知られている。この夢知覚は、幻想であり完成された現象ではない。では、なぜ、人間や生物一般は夢を見るのか。それは、人間で言えば成し得なかった願望などを幻想として作り出し、それで、心の平安を得ているようである。その夢生成過程では、ランダムな意識が生じて、まとまりのない夢構成によって夢が発展していき、夢の核心に迫るが、そこでも夢を構成する各素材のそれぞれは、決してぼやけていずに鮮明である。例えば、夢にバスが出てきたとして、バスの車体や座席などは鮮明である。そのように、夢体験において構成はランダムであるが、夢を構成する各素材は、鮮明なことが多い。自己という、自の起源と成立は、
宇宙全体律動の表出。つまり、自己という、自の起源と成立は、人間個体の内欲からの宇宙全体律動の表出である。しかし、自己という、自の成立になぜ、宇宙全体の律動が必要になるのか。食物摂取による個体生産エネルギーからの完全独立した人間個体による主体意志成立で十分ではないかという疑問が出るかもしれない。では、自己主体が完全独立した人間個体のみの主体意志成立であった場合は、生物発生としての個体形成での意識上の共通概念や共通感覚は可能だろうか。生物比率での雌雄同率や生物進化における遺伝子配列の集団的恒常性は果たして生物個体のみの制御で可能だろうか。他者は私の見る世界と同じものを見ているのか。そのような過程を経て外界イメージが形成されるなら、人間各個体の外界は、それぞれ違ったものになるはずだが、外界認識において、他者は、私の見る世界と同じものを見るという素朴な信念は、何が根拠になるのか。この人間各人の外界像共通性についても、微細レベルでの反連続的様相が、人間の思考成立に参加するからと思われる。さらに、成長段階の幼児の意味認識発達が、過去の人工知能開発に比較し得ないのは、微細レベルでの反連続的様相が、人間の思考成立に参加したからであり、この参加によって、親の教育という外界影響だけではなく、幼児の自己意志の成立が思考発達を促進させると思われる。最近の人工知能の研究、チャット GPT のように、膨大な量の自然言語の集積によって、かなり高度の知性が獲得できたかもしれないと言われている。幼児の成長発達と同じような作用が現れたのかもしれない。言語のつながりの集大成は、知性を付帯したものとして、量子力学の自己成立過程での意味認識や感覚共有として作用するのかもしれないし、微細レベルでの反連続的様相が人工知能の知性成立に参加している可能性もある。アサリコンソメ、イワシリモンハーブのおじやの実況映像。脳梗塞と生まれ変わりと人間の自由意志。